今回は吉女にまつわるお話を2本ご紹介しよう。まず最初のお話はこちら。ママ友、飛行機に間に合わないから待たせといて。私、無理だから先に行くね。置いていった結果、発表した。ママ友の中に一人だけ平気で遅刻してくる人がいる。遅刻にドタキャンは当たり前。それでも本人から謝られたことはなし。そんなことを続けられたら誰も付き合いを持とうとしなくなったのだが、いつもの公園で他のママ友と話しているとそのママ友、A子はお構いなしにグイグイ来る。へえ、パート始めたんだ。まあね。時給どれくらいなの？いや、あんまりそういうのって教えるようなことじゃないし。いいじゃん、教えてよ、っていうか紹介してよ。あなたができる仕事なら簡単そう。ちょっとそれって失礼なこと言ってると思わないの？それにあなたは帰国ばかりするし、仕事がまともにできるとも思えないわ。私にそういうこと言う方が失礼だと思うけど。それにこれでも社会人経験あるし、働いてた4年間は無遅刻だったんだから。しつこく聞いてくるA子に今は募集してないし、紹介するのは無理だと断ったのだが、それから LINE で何度も、上司に聞くだけでも、と連絡が入る。挙句の果てには私に尾行して職場までついてこようとする。参った私は上司に相談すると、一度会ってみようとの返答。社会人の経験はあると言っていたし、さすがに大丈夫かなと面接日の日時を伝えた。しかし私は彼女を甘く見ていたのだ。面接日当日。A子に面接時間の前から連絡をしても返事がなく、やがて私の携帯に上司から連絡があった。1時間も経つが君の友人はまだか？私の方でも連絡しているのですが、全く連絡がつかなくて。申し訳ありません。結局 A子は上司に連絡もせずにドタキャン。相談した時に遅刻まであることは伝えたが、上司の時間を無駄にしてしまった私のメンツは丸つぶれ。それでも上司からは、これで変に付きまとわれることもないだろう。と笑いながら寛大な言葉をかけていただき、ただただ申し訳ない気持ちでいっぱいになった。どうして来なかったの？ LINE も無視したままだし。なんかメイク直してたら時間過ぎちゃってさ。他に用事もあったし、なんかもういっかまあみたいなわら。メイク直しって、他に用事があっていけないなら連絡くらいしなよ。社会人の時は無遅刻だっていうから信用したのに。それはそうかもしれないけど、私の家から遠いのが悪いと思うんだよね。行きたくなくなるのも仕方ないじゃんわら。遠いって自宅から自転車で5分くらいでしょ？まあ今回は残念。また私の気持ちが変わったら面接させてよわら。誰があんたなんかのために。私はそう思いながら電話を切った。それから私は迷惑をかけてしまった部分を少しでも返せるように積極的に仕事も受け、残業もして身を粉にして働いた。あれ以来、私はさらにA子から距離を取っていたのだが、ある日、USJ 行くんでしょ？息子が行きたいって言ってるの。一緒に連れてってよ。私たちの USJ 旅行計画を知ったA子はそんなことを言い出した。私たちは飛行機の格安チケットを取るつもりなの。私もそれで行く。格安チケットはキャンセルや変更ができないの。遅刻してもチケット代は戻ってこないんだよ。そんなの絶対しない。そうだ。みんなが電話してくれればいいんだ。そうしよう。なんで私たちがそんなことを。結局、A子は私たちと一緒に旅行することに。A子はあんな感じだが、お子さんはとてもいい子で、子供たちが一緒に行きたいと泣きついてきたので、嫌な予感はしたが、今回は遅刻したら置いていくと念押しをして旅行への同行を許可した。しかしというかやはり、前日にも時間と場所の連絡をして朝モーニングコールまでしたのにA子は来ない。どこにいるの？もうすぐ飛行機の時間だよ。もう電車乗るから待ってて。待てるわけないでしょ？キャンセルも変更もできないチケットだって何度も言ったよね。私たち搭乗するから。空港の人にも待ってくれるよう言ってみてよ。それからしばらくして。今着いたよ。みんなどこ？本当に置いてったの？嘘でしょ？息子だって楽しみにしてたのにひどい。大阪に着いた頃、A子からのグループ LINE が大量に来ていた。だから遅れたら置いていくって言っといたじゃん。事前に連絡した通りにしただけだから。その後も LINE にはママ友からの罵詈雑言のメッセージが入り続けていた。USJ から帰った翌日、私はお土産を持ってA子のところへと向かった。これ、お土産だよ。うちの息子からこのキャラクターが好きだって聞いてたから買ってきたの。こんなお土産一つで許されると思ってるの？土下座されても絶対許さないから。別に許して欲しくて来たんじゃないよ。ホテルのキャンセル代をもらいに来たの。はぁ？泊まってないホテルのお金をなんで払わないといけないの？どれだけキャンセル代について噛み砕いて教えても、子は一切払おうとしない。それどころか詐欺罪で訴えると言い出す始末。結局その日は話にならないので、お土産だけ置いて帰ることにした。翌日、私は仕事でその場にいなかったのだが、ママ友の旦那さんが公園に乗り込んできたそう。うちの妻をのけものにした上に、金まで請求するのか、と激怒していたとか。おそらく自分に都合のいいように話しているんだろうなぁと思い、なんとかできないかと私たちは集まり計画を練った。実は今回のキャンセル代以外にも、ランチのキャンセル代やドタキャンした映画のチケットなど、請求していないものがたくさんあった。幸いこの自宅の電話番号を知っていたので旦那さんの在宅時間を見計らって、明日の夜話し合いにお伺いします、と連絡し、私たちは作戦を決行した。今晩は話し合いに来ました。今、何時だと思ってるんですか？あなたたちは19時に来ると言っていたはずだ。それなのに21時ですよ。連絡もなしに遅れるなんて非常識にも程がある。私たちの遅刻は非常識だと思っています。ですがこんなことをしたら私たちもあなたの奥様と同じ非常識な人間になるので、実行するかは正直悩みました。でもいつも奥様は遅刻してくるので、こちらのお宅はそれが常識なのかと思い合わせただけです。ご存知ありませんでした？ 1 時間以上待たせるなんて当たり前、ドタキャンも平気でするんですから。こうして伺っただけでもマシな方かと。私たちの LINE 履歴を見せましょうか。ランチはドタキャン、バザーの準備には遅刻し、その他やらかし放題で一言も謝らない証拠があり、旦那さんはどんどん勢いを失っていった。その流れで今までの未成さんのことも全部話した。これは一体どういうことなんだ？お前まさか USJ も嘘の場所を教えられたと言っていたが、ただ遅刻しただけなのか？それは本当よ。準備に時間がかかっちゃって。旦那さんはそのまま家の中に入り、戻ってきた時には手に茶封筒が握られていた。これはキャンセル代と今までご迷惑をおかけしたお詫びです。恐縮するほどの額を渡され、私たちは顔を見合わせていると、ちょっと。たかが遅刻で、なんでそんなに渡してるの、と、当の本人はマジギレ。お前も謝りなさい。いやよ。遅刻くらい許せない心の狭い人には絶対謝らない。CO ならこれくらいで怒らないもん。CO って誰のこととみんな疑問に思っていると、真っ青になってうつむいたこの様子を見て一斉に気づいた。お前、まさか浮気か？違うの。違うのよ。泣きわめくこの横には般若のような顔をした旦那さんがいた。その日から子に会うことはなくなった。予想通り子は浮気をしていたようで、その後離婚が決まったと後日旦那さんから聞いた。遅刻やドタキャンの大半は浮気が原因だとか。USJ の約束の日も私たちと合流できなかったので、その後浮気相手と子連れでデートしてたそうだ。子供が本当にかわいそうだと思ったが、あれから親権は旦那さんに渡り、旦那さんは現在ご両親にも手伝ってもらっているそう。毎朝おばあちゃんと元気に登校してくる子供を見ると、以前よりも元気そうで安心した。続いてのお話はこちら。女、車貸しなさい。私、誰ですか？無理です。女、うちの旦那は係長よ。私、うちの夫は部長ですけど。結果、私は愛する夫と子供のため、今日も買い物に出かける専業主婦です。ママ、飛ばせ。ダメ、ママは安全運転で売ってるのよ。晩ご飯は何にしようなんて考えながら家に着き、車を駐車場に入れたところで信じられない出来事が起こりました。背後から急に近づいてくる女性。そして車をじろじろ見ると急に、ねえねえいい車ねえ。はぁ、どうも。ねえ、貸してよそれ。チャイルドシートもあるしちょうどいいわ。うちにも同じくらいの子供がいるのよ。慣れ慣れしく話しかけられているが、なんとこの人とは面識がない。はい？おっしゃられている意味がよく、ていうか誰？だから、車を貸してって言ってんのわら。見ず知らずの人に車を貸せるわけないじゃないですか。何言ってんのよ。いい車なんだし、みんなで乗った方が車のためじゃないわら。私は全然引き下がらない女に恐怖を覚えました。意味がわかりませんから失礼しますね。ちょっと待ちなさいよ。その日は適当に切り上げて、子供とさっさと家に逃げ帰ったのでした。翌日、私はまた車で出かけていました。昨日のあれは何だったのかしら。あの駐車場にいたってことは同じマンションよね。変に絡まれなきゃいいけど。そう思いながら駐車場に向かうと、嫌な予感は的中していました。こんにちは、わら。あ。なんと、またあのドキュン女が家の駐車スペースの前にいたのです。たまたま居合わせたというより、これは待ち伏せされているんじゃ。ねえ昨日の話だけど、土曜日に友達と出かけるからよろしくねえわら。友達も喜んでたわわら。カスなんて一言も言いませんでしたよね。勘違いされてますよ。だから、黙って貸せばいいじゃない。あんたバカなの。ていうか友達も喜ぶし車も喜ぶから貸した方がお得じゃない。全然意味がわからない。オタクの都合なんて関係ございませんから。車は貸せません。大体初対面なのにバカとは何ですか？お子さんの前で恥ずかしくないんですか？私は恥ずかしいので二度と話しかけないでください。はぁ？あんた、私にそんな口聞いていいと思ってんの？パパに言いつけてやるから覚悟しなさいよ。はぁ？パパにじゃないのよ。うちのパパはね、係長なのよ。あんたの旦那じゃ太刀打ちできないでしょうねわら。ああ、でももう謝ったって遅いわよわら。いい気見ねえわら。もう後悔したって遅いんだからわら。この人が係長と強調するのには理由があるのです。説明が遅くなりましたが、私たちが住んでいるマンションは社宅なのです。つまりご近所さんは全員同じ会社の社員さん。だからこの人は旦那の立場を利用して私を脅しているというわけ。確かに彼女より私の方が年下に見える。だから私の夫も平社員だろうと思ったんでしょうけど。いいのかな？私の旦那、そこそこの管理職なんですけど。まあ好きにさせとけばいいか。どうぞどうぞ、パパにでも誰にでもお伝えください。ああ、告げ口しやすいよう、お名前をお教えしますね。谷口です。ご主人からのご連絡をお待ちしておりますね。何よ。開き直って。どうなったって知らないからね。さーてどうなることやら。はぁ？そんなことが？同じ課の係長だとしたらおそらく栄養だろうが。明日話してみるよ。お願いね。なんだかちょっと質の悪い奥様みたいだったから、と、ここで家のチャイムが鳴った。お、こんな時間に誰だ？扉を開けるとそこには。この度は家内が大変失礼なことをして申し訳ございません。何よ。なんで謝ってるのよ。おかしいじゃない。栄養さん。やっぱり同じ課の栄養さんだった。しかも状況を理解した栄養さんはかわいそうなくらい顔が真っ青。この女はちゃんと理解できているのか？栄養さん頭を上げてください。実害があったわけじゃないですから。全然構いませんよ。はい。いえしかし。本当に申し訳。それにしても奥さんご主人にこんな風に頭を下げさせてどう思われますか？社内でトラブルが起こるとご主人が困るんですよ。わかりませんか？トラブルなんか何もないわよ。谷口さんが勝手に騒いでるだけじゃない。一方的に絡んできてうちにまで押しかけているのはそっちだろうが。大体会社の上司を盾に使うなんて最低だわ。車の貸し借り程度でいちいち旦那を出してんじゃないわよ。ツッコミどころだらけでもはや何も考えたくない。栄養さんは体が震えて言葉も出なくなっている。車の貸し借りくらい？ここでドキュン女の言葉が夫に引っかかる。うちの夫は車が大好きだ。だからうちの車も相当奮発して買ったものだし、何より子供が生まれた時に記念に買ったものだ。だから余計に私もそう簡単に貸すわけにはいかなかった。まあそうじゃなくても、普通は見ず知らずの女にいきなり貸さないけどね。わかりました奥さん、そんなに貸してほしいのならどうぞ使ってください。いいの？ただし傷一つでもつけたら新車で返してくださいね。人に物を借りるということはそういうことでしょう？金ってうるさいわね。このケチ一家。いらないわよ。あんな車。バカみたい。嫁がバカなら旦那バカね。どうしようもない人たち。お前。横で哀れな顔で震えている栄養さんかわいそう。でも私をバカにするのは許せても、旦那をバカにするのは許せない。バカはどちらですか？さっきから旦那さんが困っているのわかりません。わかりませんかわら、バカなんですからわら。ご自分の旦那さんの上司にそれだけ言えるってどんな神経なんですか？栄養さん、あなたの奥さんは頭おかしいですよ。なんですって？さっきから黙っていらっしゃいますけど、どうしてくれるんですか？この度は本当に申し訳ございませんでした。ここでようやく我に返った栄養さんがドキュン女の頭を地面に押さえつける。謝罪の品は明日にでも。嫁は今後一切近づけさせません。そこまでされてもまだ腕をジタバタ動かして抵抗しようとするドキュン女。化け物だわ。私の監督不届きです。二度とこのようなことはさせませんので何卒会社には。さあね、バカだから約束しても忘れちゃうかも。そんな。冗談だよ。お気の毒でしたね、栄誉さん。ただし、またうちに何かしらの危害を加えた場合は容赦しませんから。そう笑顔で話す夫につられて私も笑ってしまいそうだった。バカって言われたことを根に持ってるし。その後、社宅駐車場で車に傷がついた場合、無条件で栄誉さん一家が買い替えること、二度と私と息子に近づかないこと。最後に今日のことを部外者に話さないという念書を作り、お互いにサインをしてその日は解散することになった。ドキュン女は最後までサインを渋っていたけど、最後は栄誉さんが力ずくで書かせてた。帰り際、ドキュン女は栄誉さんに諭されてしぶしぶ謝っていました。バカって言ってごめんなさい。いや、小学生かよ。本当に栄誉さんには同情する。その後夫は約束通り栄誉さんとの間に起きた件については一切会社で漏らさなかった。しかし栄誉さんの態度があからさまに旦那にこびるようになり、社内で不穏な噂が流れて困っているらしい。その後、栄誉さんはドキュン女と離婚した。そりゃそうだ。あんな気持ちの悪いドキュン女、今どこで何をしているのやらわかりませんが、二度と関わりたくないです。私たちはとっても平和です。